何が落ちてきたのだ。まさか本当に小娘どもの援軍だというのか。いや、落ちた落ちた。もう少しでスカイフィッシュが捕まえられそうだったんだけどな。あそこでまさか地面がなくなっていたとは。けど高いところから落ちても大丈夫なように体って意外と頑丈にできてるんだね。え、あ、下にいた人だ。ねえ、怪我とかない？大丈夫だった？だれだ。私の名前はネプテューヌ。何を隠そう、次元を股にかける通りすがりの昆虫ハンターだよ。ほかーん。取り込み中だったんだよね。邪魔しちゃってごめんね。ん、うん、状況は大体わかった。可愛い子の味方の私としては状況的にもこっちの助太刀をするよ。ねえ、そこの桃色の髪の可愛い子、名前はなんていうの？私ですか？うん、私ネプギアって言います。うわー、名前にネプってつくなんて奇遇だね。海王星の私としてはセンチメンタリズムの運命を感じずにはいられないよ。おい、ねえねえ海王、これってどういうことなの？ネプッチがでっかくなって落ちてきたよ。こればっかりは俺にもわからないけど、協力してくれるならありがたい限りになる。おい、なになに、君たちはネプギアのお友達？あなたの腕にくっついてるのかっこいいね。見せて見せて。かっこいい？ふふーん、これのかっこよさがわかるなんて、大きくてもネプッチはわかってるじゃん。おい、ネプッチ、今はそれどころじゃ。てか、その魚何？真顔でおかしいな。おいと言っている。わわわわ、急に変なのが切れた。くだらんおしゃべりはそこまでだ。よくも私を無視してくれたな。私たちとお話ししたかったの？けど女の子をいじめるような悪い人は私的にはお断りかな。見た目もなんか気持ち悪いし。貴様、好き勝手言いよって、このマジェコンヌ様をバカにしたことを死をもって償わせてやる。マジェコンヌ？変な名前。マザコングではない、マジコンヌだ。マジコンヌ、マザコンヌ。一文字言い忘れるとマザコンだ。貴様、さすがネプッチ、おばちゃんを煽らせたら右に出るものはいない。あの人の煽り体勢のなさが問題なような。貴様だけは許さん。3人と1匹まとめてぶち殺してやる。うん、ちょっと待って。はい、戦闘前の回復は RPG のお約束だからね。今回は特別に私が作ったスペシャルなネプピタン V2 をプレゼントしちゃうよ。すごい色だけど大丈夫なの？ようやく口に苦味って言うし、ちょっと苦いのもご愛嬌だよ。さあさあ、お風呂上がりの牛乳のごとくグイッといっちゃって。グイッと、えい、苦いけどすごい。傷が癒えてく。それになんだか力もみなぎってくるかも。これならあいつに負けないかも。それじゃあ今度こそ張り切ってボス戦闘行ってみよう。未来への水先案内人は
コグニティアでは引き受けた。名前だけじゃなくて見た目も私とそっくりさんになるんだね。
私に妹がいたらきっとネプギアみたいな子なんだろうな。いいな、妹欲しいな。こらこらネプッチ、ギアッチが困っているよ。ごめんごめん、困らせるつもりじゃなかったんだよ、つい浮かれちゃって。あ、そういえばこのグロテスクなのをどうするの？マザコングって言ったっけ？どうしましょう、倒した後のこと考えてなかったかも。まさか逆転できるとは思ってなかったからな。けど散々いたぶってくれた礼をするにはもってこいの展開だな。さてどんな目に合わせてやろうか。俺直々にかっこよく制裁してやるから覚悟しやがれ。私にはこれ以上貴様らと戦う意志はないんだぞ。それでも女神か、女神なら女神らしく捕虜の扱いは法律にのっとってだな。法律？そんなもん知らねえよ。この国の女神は俺だ、つまり俺が法律だ。だからてめえに俺が何したって法廷内なんだよ。うっかりてめえを殴り殺しても法廷内での事故なら仕方ねえよな。うん、暴力はいけない。うずめさんノリノリですね。これではまるでタチのあるヤンキーだね。それほど鬱憤が溜まっていたのだろう。けど完全に悪役キャラですよね。待って待って、暴力はダメだってば。貴様、私を助けてくれるのか。どけでっかいねプッチ、こいつだけは見逃してやる義理はね。ダメったらダメなの。このグロいのは私が標本にするって決めてるんだから。ダメなの。ええ、だって見てよこの紫色の羽、いかにも毒を持っている珍しい蝶って感じだし、絶対レアな生物だって。だから生きたまま標本にして私のコレクションにするんだ。ある意味一番たちが悪いな。そんなわけで吸収。小さくなりながら本に吸収されていく。そして最後にテープで留めたら、はい、おしまいっと。へえ、すごいなこの本。あんなにでかかったやつがこんなに小さくなって貼り付けられてやがるぜ。おい、これはなんで、この私を誰だと思っている。今すぐ解放しろ。なんか言ってますね。けどこんなに厚さがあるんじゃ本が閉じないんじゃないかな。こらー、私を無視するな。それなら大丈夫。えい、飛び、わ、潰しちゃった。大丈夫大丈夫。よくわからないんだけど、こうして閉じちゃえばさっきのまま保存できる便利な本なんだ。よくわからねえけど、なんだかすげえな。けどこれならば持ち運びも便利だし、後でゆっくり彼女から話を聞き出すこともできるだろう。俺としてはボコリ足りねえけどな。さてそれでは改めて本拠点に出発しようか。そうだな、でっかいネプッチも一緒に来るか。私もいいの？助けてくれたんですし当然です。何かお礼もしたいですし。はい、やった。この世界に来てからずっと一人ぼっちだったから寂しかったんだよね。それに持ってた携帯食料がなくて流れ死に寸前だったんだ。なら礼に腹いっぱい食わせてやるよ。本当？ありがとう。それじゃあ出発しようか。込み入った話は拠点についてからだ。